スミス&ウェッソンで K22? この辺の番号よくわからんけど、壊したサイトがやっと届きました。バックオーダーとかなんかで、えらい時間かかったけど、それをつけるんだけど、銃を持ってやるのは難しいから、サイトだけをよいしょ外して、あれは難しいな、外れろ、よし外して、細かい部品と、これとこれとこれ、要するにこれがここに入って右左に移動するようになってて、それをこのネジがやるんだけど、ここの中にこういうピンみたいなやつをとスプリングのちっちゃいのが入ってカチカチカチと動かなくなるようになる。まずはこれをこの中に入れ、そしてずっとねじ込んでやる。そうだな、ちょっとグリスでも刺しとこうかな。よいしょ、ちょっとだけ。よし、そしてもう少し足して、やってここのところにスプリングを入れてやり、もうちょっと締めていいかな、まあ大丈夫か、こういうところなんかピンセットなんかいらんじゃない、これで少しず